こんにちは、あずばけんです。本日はこちら、しまなみ海道にあります愛媛県今治市大三島に旅行に来ております。で、景色とかでいろいろ映したいんですけど、とりあえずお昼ご飯の時間なので、早速お昼ご飯で、あちらの海町バルアメジさんでご飯をいただいていきたいと思います。そこですね、そこの建物ですね。じゃあ行ってまいります。選んじゃって、うん、はい、今お水持ってくるときにランチの説明も、うん、わかりました、はい、お茶でみかんジュースリコッタチーズ、自家製リコッタチーズのさ、おしゃれな、おいしい、すごいのお肉、なんか濃厚ビーフシュース。あ、すごい、いいね。あ、おいしい。コルトレっていうね、愛媛のブランドイチゴ。あ、おいしい。夕ご飯は同じく大三島にあります、こちらの黒潮で海鮮をいただきます。海鮮です。でも海鮮食べに来たと言っても過言ではないので、海鮮海鮮、タコ定食、まずお刺身、これ美味しそうだね。ご飯が、ね、白くなっております。熱いですよ、釜。これなんだ、おつゆか。うん、すごい、お抑え物。え、これヒラメ？ヒラメって言ってた。ヒラメ、縁側、イカ、タイ、タコ。
ただきます。白醤油を、白醤油を垂らして、タコからいただきます。これはこれこれ、これなんだっけ、それタイかな、タイに生姜を乗せて、美味しいです。お魚に目覚めてしまう。あとなんかない、この白醤油めっちゃうまい。で、この紫のなり、わかりそう。食える、食えるよ、お醤油つけて食べる。ヒラメがツヤツヤ、コリコリ。ね、すごい。タイめっちゃうめえ。塩の香りがすごい。
ポープの。じゃあ。